はい、11月21日の相場解説になります。時間は5時55分ですね。このデイリーを見ているんですけども、デイリーの場合はこういうふうに下がった後をこういうふうに上がっているかなってことです。ちょっと上がりの角度をね、前回はこういうふうに立ててたんですけども、さすがに無理がありますので修正してこのように斜めにしております。まあ右肩上がりでギザギザに推移してるってところは変わってないですね。それでは次は4時間を見ていきましょう。4時間はですね、この流れ、こういうふうにヘッド&ショルダーに見えるやつがあって、で、このようにね、三角形を形成しながら、ここで横ばいが一瞬あってですね、ちょっとだけ上に上がってるかなってことで終わってます。ただそこで見えてこないんですけども、1時間にするとちょっと明確になってきます。1時間は、こういうふうな三角形、かながあって、次はもうちょっとちっちゃめのがあって、次はもっとちっちゃいのがあってっていう風になるかなと昨日お話ししましたけども、まあ多少強引ではありますけども、なったんではないかなと感じることができますね。その後この入射角の方向に抜けていくって話をしたと思いますけども、どうでしょうか。おおむねそんなもんじゃないですかね。ということなんで、昨日の仮説はその通り出ていたかなと思います。ちょっと勇気を出してね、ここでエントリーしていった分があるんですけども、結局は放置しすぎて、ここのロスカットにかかってしまって、利益は出ませんでしたけども、大筋の流れはですね、まあ昨日の予測通りにこっちに抜けるって形だったかなと思います。本日もですね、買いの方で取れるチャンスっていうのがあると思いますので、そちらの方で狙っていこうかと思います。本日もよろしくお願いします。